ベベベベベベベン。ベン。ベベベベベベベン。ベーン。ベベベベーン。どうも、バナナマン、サラです。ベーン。ベベベベベベーン。ベーン。ビビビビビビビン、ビン、ビビビビビビビン、ビン。どうも、バナナマン井村勇紀です。さあ、始まりました。そこはいいよ、そこはいいよ。さあ、始まりました、はい、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。はい、2019年一発目、1月4日、金曜日、明けて5日、土曜日でございます。お願いします。よろしくお願いします。ということで、2019年、もうね、明けまして。明けましたよね。はい。もう、三が日だけしか休みじゃなかったなんて人は、もう普通に通常営業だなんて方、うん、そういうことですよね。もう正月終わっちゃったって感じですよね。の人もいんのかな。うん。でも、我々はですね、無号放送です。そうです。だからまだですね、いつですか今日は。これえこれいつなんですか。これこれは実を言いますとまだ2018年、2018年ですからね。はい、もっと言えばまだ2018年最後の放送の前です。の前28日ですかね。そうです。今はね、これから11紅白歌合戦、そうなんですよ、の前に、前になんですよ、ね、収録しております。毎年こういうことでしたっけ。まあ大体そうです。そうですね、毎年こういうことですね。ここのところはそうです、うん、なのでもう新年一発目なんですけど、はい、まだ全然年も明けてないですし、はい、あともう先週の話になっちゃうけどみたいな感じを先に話さなきゃいけないっていう。そうですね、わけわかんない一個挟んでるのにもかかわらず、ええ、そうですよ、古い話題が出てくるっていうね。なんと、うん、大倉がいないんですよ。まずなんで大倉さんいないんですか。これ大倉がですね、先週聞いてる人はわかると思うんですけども、包茎手術包茎手術をこの年末にやっちゃったんだよ、あの男は。それででもラジオいないってのも、まあ、意味わかんないんだけどね、俺は。それでなんか高熱が出ちゃってそこで包茎手術って高熱出んだ。うん、なんかわかんないけど、それでその切った皮を、なんか食べちゃったんだっけ。そしたら菌が、俺もそこは理解できないよ。切った皮を食べたことに関してはもうあいつはなんでそれ食べたのか分かんない。それ体調悪くなっちゃって休みますっつったんだっけ。マジで多分違うと思うけど、包茎手術で休むってはもうありえないよ。もういいんだよ、包茎手術で休まなくて。やる必要もないし、子供も生まれたし、子供も生まれてるし、大体この時期で休むって言って、なんて病気なんすか、なんすかこれ。もうでもこんなに言ったって、先週多分言ってると思う。先週言ってるんですよね、はい、そうなんだよね、はい、インフルエンサーです。インサーじゃない、なんで休んだんだって。インフルエンザなんだよね。そう、大倉インフルになっちゃったって。そう、うん、先週言ってんだけど、今ここで言ってる方が最新なんだよね、うん、実は言うと気持ち的には。だからいつもこうブースの中、ええ、この喋ってるところには俺らと大倉がいるわけですよ、うん、だいたい作家さん一人入って、うん、いつもが他のラジオもそうなのかな、多いですよね、うん、だけど知らない人なんか笑ってんなみたいな、そう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 、ね、それがだいたい作家、うん、それがだいたい他の番組もそうなのかな、結構放送作家さんとかが多いのかな。大体大倉が入ってるんですよ。え、全番組あれ知られ笑いだな、全部大倉なんですか、ね、だとしたら忙しいわ。忙しい。そしたら体調も崩しそう。もう全部全番組だとしたら、うん、だけど今日大倉いないから長い。長い初めてだよねこれ。はい、ちゃんとちょっと前にちょっとだけ、はい、その時も収録回の時に何言ってんのちょっとだけ初めてか、初めてじゃねえか聞いてんだよ。2回目です。え、2回目嘘だ、行った大倉いなかった時なんてあったっけ。はい、岡宗さんとかいらっしゃって。ああ、夏だ、はい、大倉が違う仕事で、だからそれも無言の時に、はいはい、大倉がその時も包茎手術しちゃって1回目失敗なんですね1回目はまさかの皮が、1回目は皮がなんか短くしすぎちゃったみたいな、うんうん、
もうちょっと付け足さないと痛くてしょ。あ、逆に立たない、立ちたいのに立たないなっちゃった気持ち悪いところまで切っちゃってすっげえ痛いだろうね。俺も分かんないけど、包茎手術したことないから分かんないけど、多分包茎手術したらさ、うん、した後にさ痛いじゃん、うん、きっと、うん、だから痛い多分放送中ずっと言っちゃうと思うんだよね。言っちゃうから、うん、だからこれ、だから休むっていうのもあると思う、うんうん、夏やった時も、そっか、その時入ってたんだっけ。はい、前半だけ。あれなんで後輩なかったの。大倉さんがいらっしゃったそんなことってあるの。途中参入みたいな時間がなんか、うん、それもなんかあったんじゃない。あ、そうですか。そう、なるほど、ね、俺はなんか待ってらんないだろうみたいな状況。あ、なるほど、ね、つか岡村さんと他の人もいたからな。そうかそうかそうか、そうだ、なるほど、ね、だから、うん、今回は申し訳ありませんけど、長いで長井がいるという、長井でお届け、知らない笑いがあるなっていう、長井って長いですか。大体ね、そもそもあのよく分かんないと、うん、バナナマンすらね、うん、よく分かんないのに、うん、TBS ラジオ聞いてね、うん、今日初めて新年一発目ね、うん、ラジオ聞いているよ、そりゃそういう人、うん、で TBS ラジオにしたら、うん、誰、まずバナナマンって何だよ、なんだっていうね、うん、でどう説明されるそしたら、まあ、お笑いの人で、うん、お笑いって最近お笑いやってんですかみたいな人も多いと思うよ。あ、まあね、ノンストップの人と、うん、あ、ノンストップの人とは結構あの通ずると思うよ俺。これでもノンストップやってないとこもあるからね、割とラジオは全部言ってるけどね。ああ、そう、うん、アンビリバボンの人といやいや、ちょっと待って、人となると日村さん、俺は何なんだ出てねえの俺は。アンビリバボンの人とか、アンビリバボンに剛力ちゃんと一緒に出ている人っていう、うん、あ、それは剛力ちゃんの横の人って言えないんだよね。それは分かりやすい。そうそうそう、うん、どっちがバナナマンだって言われる、なるよね、うん、だってよく本当に未だに言われるんだから、うん、バナナマンと一緒にいる人って俺言われるんだから。あ、俺がバナナマンとなってる。日村さんが多分顔面の破壊力で、うんうん、日村さんが普通の名前なわけないと思うんだよね。ないと、なるほど、ね、だからバナナマンだと思われるんだよね。あ、なるほど、これ昔からでも、うんうん、日村さんがバナナマンだっていうのはよくある、うんうんうん、未だにたまにあるよ。あ、やっぱでもそれは年齢層だから幅広い層の人が見てくれるようになったから、うん、あのバナナマンの人と一緒にやってる人が、うん、じゃあノンストップやってんだねとか、あ、なんかそんな覚え方ね。そうそうそう、うん、なるほどね。俺は俺でもう何の人だか分かんないっていうバナナマンってまたなんとかマンだから、そうだね、ちょっとこの名前としてもね、面だったらね、麺だったらいいんだけど、複数だったらっていう人いるよね、ずっとね、いる、麺じゃねえんだっていうさ、そうそう、もうでもそういうこっちゃなかったんだよね。だからガッチャマンだってさ、うん、じゃあガッチャ麺なのかって話になってくるじゃないあれ5人でガッチャ麺だって言わないじゃんね。そうだね、ヤッターマンだよね、ヤッター麺なのかっていう、うん、そうだよね、確かにガッチャマンもそうだね。ねえ、何人もいるのに、何人いるのに、よくだから良くない、良くないことはないけど、うん、本当だ、そこはいいよね、別にね。びっくりマンだってね、びっくり麺なんだから、本当はびっくり麺なの。あれってさ、びっくりマンチョコってさ、うん、あれ誰かが固定でいるんだっけ俺びっくりマンのことはあんま本当知らないんだけど、あれはな、あれはね、お菓子、あそこじゃないあれお菓子だろ、シールがついてるシールのあいつらいるじゃない、あのキャラクターは、うん、あれはあれいっぱい集まってるのびっくりマンでしょ、つまりね。俺が子供の時にビックリマンチョコって一番最初、うん、俺いたずらシールだった気がするんだよね。いたずらシール、あの貼り付けると透明でハエとか、うん、あの あった あ, でありました、びっくりさせるためのシール。おお、そもそもが本当にその、俺が子供の時の一番最初のビックリマン の, あのおまけのシールってそういうんだった気がするんだよ。めちゃめちゃそれなんかいいこと言ったね、そうっぽくない？いや、俺がそれ好きで俺集めてたんだ、ハエとかね、あと水がこぼれてるとか釘とか、なんかこうテーブルとかに貼るとリアルに、そうリアルにその透明な部分の中にペチョってあったり、それがビックリマンチョコじゃなかった？ああ、なんかその方がその方がいいもんね。でびっくりさせるから、うん、びっくりマンなんだっていうね。それでそれが入ってるよってことじゃないの？それかそのシールがもうそもそも違うおまけだったりして、うん、そのシールはなんか知ってるね。ちょっとこれ日村さんのお母さんにちょっと電話して聞いて。前も電話したのこのタイミングじゃ違うっけ？聞いてみた、正月じゃ聞いてみた、わかんない
こんな年末のこれは、これはタブ知らないって言います。でもさ、お菓子とかをさ買い与えたりしてたんだったら知ってるかもよ。でそういうの日村さんもやってたりしたら、これタブ知らないって、俺ジュッチャック知らないになりますけど一応しときますね。電話してみてくれる。こんな今もう12月28日で、本当は年の瀬の忙しい時にさ、ちょっとじゃあ黙ってんね。なんとなく黙ってるわ。びっくりマンチョコってそうだったよね、最初ね。そうでしょ。そうだった。多分そうだった。出ないかな。今リアルは。はい、もしもし。あ、もしもし。あ、俺。うん、どうした？どうもどうも。あのさ、うん。あの、ビックリマンシールってあるじゃん。ビックリマン、なにビックリマンチョコ。うん？ビックリマンチョコ？ビックリマンチョコってあったじゃない。うん。あれのさ、中にさ、あの、ビックリマンシールって俺、なんか、シールあったじゃん。あれ知ってる？ビックリマンチョコにビックリマンシールは、あったからよ、はっきり覚えてないけど。いや、まあ、俺もあんまり、ほら、そんなに子供の頃ハマってなかったからなんだけど、いや、なんかこの前話しててさ、うん、そのビックリマンシールの、いや、ビックリマンってじゃあ何なんだって話になってね。うん。その時に、なんか、設楽さんが言ってたんだけどさ、うん、なんかほら、例えば、透明の、なんかほら、画鋲みたいな絵が描いてあるシールとかさ、なんか、リアルにこう、画鋲に見えますみたいな、釘が刺さってるように。見える？びっくりしちゃう、ね。画鋲みたいな、ね。なんかほら、そのシール貼ってあると、ちょっとこうびっくりしちゃうようなシールみたいなのってなんかあったのよ。はぁ。それがさ、そもそもびっくり、で、それびっくりシールみたいな言い方してたんだっけ？はぁ。それでびっくりマンっていうの？いや、あの、聞いてるんだけど、それがびっくりマンなんだっけ？うん。それが、それで何？それがびっくりマンシールなんだっけ？よくわかんないね。わかんないよね。今はもう売ってないんでしょ。いや売ってんだよ、ビックリマンシールって。駄菓子屋かなんか行ったら売ってんだよね、うん、駄菓子屋とか、まあコンビニとかにも売ってるとこあると思うけどね、ビックリマンシール。あるかもしれない、あるかもしれない。ビックリ、俺さ、ビックリマンシールって俺貼ってたっけ、子供の頃。ビックリマンチョコは多分ね、お母さんが知ってるってことは多分買ってたのかもしれないね。あのシール、シール、ビックリマンシールって、ビックリマンシール、あの多分あのシールだよね。あの、よくわからない、ね、絵のシールでしょ。そうそうそう、俺あれ貼ってたっけ。あったかもしれない、よく覚えてない。だよね、だからあんまハマってなかったもんね。うんうん、オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう。ちょっとそれがちょっと気になったんだ。そんだけね。うん、そんだけ。どうも、はい、おつか、はい、おやすみ。これさ、だんだん無理だわ。でも、でもなんとなくは知ってるんだね、やっぱお母さん。知ってるね。知ってるじゃん。ビックリマンを知ってるんだ。ビックリマンシールのことはなんか知ってるね。やっぱ有名だから。で、それははっきり分かってない。何この電話。いやいや、お母さんに聞いたら分かんのかなと思って。いや、日村さんの子供の頃のこと覚えてるから。いやいや、俺の子供の頃のことは知ってるかもしれないけど、ビックリマンシールの由来のことは絶対知らないから。あ、そっか。うん、それは絶対知らない。ああ、面白かったな。なんで出るんだろう、だろう絶対電話。絶対出るし。うん。ああ最初途中でさ、一回さ、おじさんみたいにならなかった。うん。申し訳ないね。なんか、お母さんに、たびたび聞いちゃって。うげえ、おーっていう、別のお母さん。うん。うん。うん。わかんないね。うん。やっぱわかんなかったね。わかんない。わかんなかったね。ごめんね。ハマってなかったから、そんなに俺が、ビックリマンチョコ自体に。そこまで、ね。俺もでもあんまハマってないんだよね。あれ、お菓子、うん、あの、捨てちゃうなんつってさ、シール貯める子は。それもらってた口だったから、俺。あ、そうそう。お菓子の方。俺もどっちかってお菓子の方の人。お菓子うまいもんね、あれ。あの、ウェハースのね。あれ、うん、あっちの方の人だから。うん。そんなにハマってなかったんですよ。そうか。ああ、面白い。何これ、なんだ俺。面白いな。え、よかったな、でも。お母さん出てくるんだろう、絶対。うん。忙しいだろうね。うん。うん、まあ。まあね。まあ、まだ年も明けてないしね。そうそう、お正月も来てないんだけど、はい、実際はお正月じゃないですか、うん、お正月休みはどうなってんですか。あ、おい、どっか行くの。なんか実家だから帰る、それこそ。ああ、ほんと。親のとこ行ったりとか。言っといてっつか、うん、聞いといて、ビックリマン
いや、もう絶対知らないから。電話で確認した以上のことがもう絶対情報得れないから。そう。で、正月実家帰るぐらい。実家帰るぐらいで何の、北さんは？俺はね、温泉に行く家族で。うん、まあ、温泉。もう200ぐらいだけど。いいですね。長いわ。大阪行きます。なんで？USJ に子供連れて。え、そんなでかかったっけ、子供。いや、2歳半なんで、まだあんまりわかんないですけど。だって、あれもう一人、はい。連れてくるの、はい、いや、預けて。3月に生まれちゃうんですって。あ、まだ生まれてないんだっけ、もしたら。ごめんごめん。生まれちゃうっていう。そうだ、もう一人、まあ二人いるっていうイメージ。その前に。長いってそもそも、まあもう何回もここでも名前出てるから、知ってる人は知ってると思うけど、長い作家で、俺らのね、ラジオ、昔やってた、違う曲でやってた生放送後に、一緒に仕事したいんです、つってね。そう。それから、なんでか分かんないけど、一緒にいろいろとやって。もう長いですね。もう長いよ。で、今も長いってのはね、ちょっとややこしいかもしれないけど、まあ、聞いてる人はね。そうね。うん、長いと長いが、あれだけど。で、長い、ふわふわっていう名前でやってんだけど、そう。ふわふわっていう名前俺が、つけたというか、うん、俺が自分の子供につけると思ってた名前の候補にあったやつをつけたわけ、うん、そうですね。でもすっげえ最初やがってさ、うん、長いってそのね最初の出会いをさ聞けばさバナナマンが好きでね、そうそうね、一緒に仕事したいですって来たわけじゃん、うん、それでなんならねその前のライブとかもさ、うん、チケットないのに来てさ、うん、でなんか整理券でね、うん、その時は当日があったから、うん、そんででもギリギリ自分のここに来な、うん、もうなくなっちゃって、うん、すいませんっつって、うん、なんでですかすげえ並んでるのに絶対見れないんですかっつって小山と喧嘩したことがあるキャラだったのね、うん、それはすごいよね。そのぐらいそうそう、でもまあありがたかった、ありがたいよね、我々から嬉しい、あ、熱量がすごい、うんうん、でそうやって何回も来てさ、うん、一緒になんつって、うん、なのにそういう名前とかを好きやがるわけ、うん、おかしくない？辛いです。だ自分の名前で出たかったもん。いやいや、嫌がってないです。何が嫌だったの？ふわふわが嫌だったの？嫌がってないですよ。あれそうだ。はい。でも、はい、子供がねできてさ名前どうすんのなんて話してた。俺すごい言ったのにそういうのも全然つけてくんない。うん、俺ちゃんと考えたんだよ。じゃあそのそれはありがたいんですけど、うん、聞いたら下田さんに名前の案を出していただいたら、うん、もう僕的には決定じゃないですか。うん、決定したらしてないじゃん。俺出したじゃん。はい、いや、違うです、なんで僕は聞かないかったんです。その、設楽さんに聞かなかったんです。ん、何ちょ何どういうこと、今何を言ってる、いや、言ったじゃん。俺言ったら。電波が悪いんだよ。見えてんのに、お前のこと。どうして聞こえないんだ。違うです。チャースって、まあ、さっきからチャースって言う。違います。すいません。言わないでくださいって言ったんです、僕は。言わないでくださいって、これ何、設楽さんに、出していただいたら決定なんで。なんかふわふわってしょ、あ、ふわふわはそうです。うん、子供の名前。うん、子供の名前でしょ、子供が生まれるにあたって、うん、名前どうするっていう話になった時に、うん、つけてあげよう。つけ、候補、あげようかっていう話になって、うん、これでも聞いたら決定ですけど、うん、そのふわふわじゃないですか、前例がそれはでもそれはでもさ作家ネームー、それはでも作家ネームみたいなもんもあるからさ、ちょっとね、なるほどね、ちょっと変なのにされちゃうってこと。娘さんにふわふわってつける予定だったって聞いたんで、うん、かわいいじゃん、かわいいんですけど、うん、ちょっと僕の場合それはちょっと僕が親なんで、確かに俺はでもなんでその名前つけてないじゃん、俺は子供にいろいろ話した結果、向こうのご両親とかね、うちの両親とかもいろいろ踏まえた上で、うん、ペットの名前じゃないんだからって言われて却下されてた。いやでも俺はマジでふわふわちゃんと可愛いなと思ったの、うん、ひらがなで、うん、ふわふわね、うんうん、でも、うん、いい名前だなと思うし、うん、だから長いにね、大倉の言ってもさ、でしっこじゃないけど、うん、大倉も名前違うんだから、うん、あいつ、ね、本当の名前、うん、で大倉みたいな、うん、で中井もなんか名前があった方がいいんじゃないかっつってね、うん、テロップで流れる時になんかとかさ、結構作家さんそういう珍しい名前みたいな多いよね、ペンネームか、うん、でももう今や中井ふわふわってやってるけど、全然出るよ、ね、そういう風につけるからってこと。いや、それでもまだ何も聞いてない状態だったんで、うん、
あれ俺言ったんじゃなかったっけな、でも候補僕はでもあのお聞きしてないということで行きましたね、なんかこんな喋り方だったっけ、こんなじゃないね、ね、うん、あれで男の子だよね、はい、男の子だから俺言ったんだ、うん、あのノリスケがいいんじゃないかちょっとそういう話も、はい、ノリスケって名前よく出てくるもんね、このラジオね、うんうん、誰かリスナーの子もいたよね、ノリスケちゃんって可愛くない、ノリスケさんって本当にサザエさん以外で実はいないんだよね、いないじゃん、なのにやっぱ偉大なんだね、名前がね、ノリスケってね、うん、つけづらいんじゃないかな、ね、うん、で字はまあ変えてもいいけどさ、ノリスケって可愛いしと思ったけど、うん、本当に考えたんだよ、うん、ちょっと有名すぎ、ノリスケな、ノリスケさんはもう超有名よ、有名、それはもうすごい覚えられるよね、うん、いやその設楽さんの息子がノリスケだったら可愛いですけど、設楽ノリスケ、はい、うん、やだよサザエさんって言われるちょっと待ってください、やだよ、やだよ、またね、うん、僕だとちょっとあの長いノリスケ、あの背伸びしすぎてる感じがして、うん、あそっからそのもらったのがすごいからノリスケっていう、いあのそのなんていうんですか、んちょっと変わった名前すぎて、あそうかな、ノリスケがね、変わった名前かな、うん、うんうん、まあまあでも今度じゃあ生まれるんじゃん、はい、もうね名前ね、女の子が生まれます、女の子なんだ、はい、女の子だ、あ考える、もう考える大丈夫です、いやもらった方がいいよ、これがおかしくない、まずさ大丈夫ですってのおかしくない、本当だね、そうそうそうだ、聞かなかったわ、そういえばだってさこっちは何も言ってないのに大丈夫ですって言うんだよ、だって別にそれにしなくてもいいけど、なんかね、そうだよ、お願いしたらもう決定なんで、決定ってだからさ、だったら決定でもいいじゃん、うん、なのにさこうやって、そうだ前もそう、いや聞かないですみたいな、あなんかさ、そうだったんだ、失礼じゃない、失礼、あの失礼じゃない、失礼で君は、だってこっちはさ、おいずっとこう一緒にこうやってやってきてるんだし、失礼だよまあ言いたくないけどさ、うん、そんなねちょっと名前一緒に考えるとかってさ、うん、ちょっと憧れな人だったわけでしょ、そうだね、言いたくないよ、もう言ってるよ、言いたくないよ自分で、はい、言わせんなよ今これ言っちゃってるよね、言っちゃってるよ、だから憧れなんですよ俺のことがあって、いやもうめちゃめちゃ年末のラストだよ、はい、今これ今日リアルに言うと恥ずかしい、ね、恥ずかしいね、だからそれにしなくてもいいけど、こう名前さこういうのはああいうのはっていうのは言いたいじゃん、うん、なのに言わないでください、言わせないんだよ、決まっちゃうじゃないですか、言わせねえよっつって、憧れなんで聞いたら決定なんで、決定なんで、何この逃げ方、このさ長いってこういうやつなんだよ、だからこのイカサーティ事件も本当はまあわかんない。このイカサーティ事件。イカサーティ事件もやっぱ。俺が犯人になってんだからもう。わかんない。真犯人っていう。こいつは恐ろしい。女の子なの？女の子です。本当？はい。ワカメちゃんにするんですよ。いや、あの、うん。それちょっとわかんないですけど、あの、ワカメ。ワカメちゃんにしないです。わかんねえけど。わかんねえけど、つって。中にワカメ。はい。ちょっと、わかめちゃんにはしないです。あ、ほんと。でも大丈夫です、ほんと。この言い方腹立つな。いいです。おかしくない？です。聞くだけ別に聞いたっていうのさ。そう、聞くだけ聞いて、なんかヒントになるかもしれないです。実はあの時のわかめのわかを取って、わか子にしましたみたいなことがあり得るじゃんね。ね、うん。なんかもう、聞く耳持たないっていうさ、うんうん、その、なんつうの？現代の若者。いやいや、若者じゃないです。現代っ子なんで、やっぱり。うん、何歳だっけ35です、そうでもねえじゃんそうでもねえんだよ、そうだね、うん、うん、ね、うん、まあまあまあいいわ、まあいいわ、曲対決いく、はい、ね俺ね、うん、俺細野晴臣さん、はい、バラと野獣、はい、これニューバージョン、はい、郷ひろみさんゴールドフィンガー19、俺は来た、はい、さあどちらが、はい、かかるでしょうか、お、話題じゃん、モノマネジャパン、あ、モノマネジャパンが紅白で、あ、今回ゴールドフィンガーなんですね、そうです、あ、
はい、TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。はい、やっております。さあ、日村さん。はい。もう、一発目ってことでね、はい、2019年明けましてですね、はい、もう、毎年恒例になってます。はい、もう何年連続、9年、10年ぐらいですかね。最初の回は毎回やっております、はい、ゲストはおなじみ、島田秀平です。おめでとうございます。お願いします。大丈夫？ちょっと今黙ってたんでずーっと喋らないように。第一声でちょっと変な声になっちゃいました。大丈夫？すみません。おめでとうございますが変な感じになっちゃいました。お願いします。はい。お願いします。ということで、ありがとうございます。まあ、バナナムーンゴール年明け一発目はダーシマからということで。はい、そういうことですね。これ何年？前からやってる。いや、本当手相を僕始めてもう10年ぐらいなんですけども、うん、本当始めた当初ぐらいから呼んでいただいてるので、うん、やっぱりもう9年10年ぐらいになりますよね。かな。誰も知らないの。そうだね。スタッフがみんなうーんってなんか変な唇下唇出しながらうーんってうなずいてんだけど。何にも知らない。何にも知らない。でも10年ぐらいなんだね、まだ手相始めて、ね。そうなんですよ。2008年くらいからなので、うん、島田が。はい、うん、漫才師だったってこと知らないだろうね。知らない人多いと思う。もう知らないですね。これは多いと思う。はいはいはい。ね。うん、島田が、ザ・タッチっていう。違います、違います。それ今もいますし。僕はザ・ゴ、あ、ザ入んないです。釣られちゃうから。ザ・号泣って言おうと。号泣、大泣きするで号泣。で、オンエアバトルとか出したからね。そうなんですよ。一回はね。2バトルとかね。そう。いや、結構、そんなもっと取ってましたよ、ゴルフボール。1個でも2位行くんですから、球は。あれですよ。大泣きするで号泣、漢字2文字なんてことで、うん、事務所の先輩の和田アキ子さんが、うん、お前らちょっとお笑いなのに号泣って良くないから名前つけたるわ。それこそ名前つけてくれそうになったんですよ。お奥さんに。はい。で、その、まあ、相方が、うん、赤岡ってやつで僕の幼馴染だったんで、うん、じゃあお前ら、今日から号泣やめて、ベストフレンズにしろって言われて、うん、はい、ちょっと恥ずかしいなと思いまして、うん、ちょっとそれは違うやつ何かありませんかねって言ったら、うん、お前らどこ出身なんだよ、長野県です、うん、じゃあお前ら今日からリンゴちゃんやって言われて、うん、ちょっとお断りして、いやでも絶対ベストフレンズ、はい、とかリンゴちゃんの方が絶対いいよね。今思うとです、今思うとです。なんだろう、ね、だからやっぱそうなんだって今思うと、リンゴちゃんがいいよね。そうだから、もしかしたらそれだったら違う人生だったかな。本当だよね、あっこさんが言ったのだって言ったらよりね。本当だね、あっこさんが名付け親になってくれる、うん、そうですよ。まあ、ただアッコさんすごい頭脳線短いんですけども。いや関係ないから。何それ。いやそういうね、本当に可愛がっていただいてるんで。いいよ。ルー大柴さんのことを、うん、ヘイ大久保って呼び間違えるってね。大久保も。大久保も。はい。お持ちな方です。すごい方ですから。本当今思うとやっぱりリンゴちゃんとかベストフレンズとかの方がいいんです。当時わからないんですよ。コンビ名なんてさ、もうぶっちゃけもうそこまであれだよね。もうバナナマンって言われないしね。言われなくない？そうだね。なんか時々あそうかバナナマンなんだと思わない。うん、でも絶対忘れられないね。俺があんま間違えられないもんね。バナナマンってね。うん、本当さっきも言ってたけど、うん、バナナ麺とか。あ、まあそのぐらいの間違いあるけどさ。バナナは間違いない、ね。そう、なんかなんね、なんだったっけ君たちみたいな風にならないっていうかさ、インパクトあるね。まあまあわかりやすいから。バナナを忘れないじゃない。そう。この黄色い食いもんあれなんだっけこれってなんないから。ね、そう。うん、だからね、そう、うん、島田も名前つけたらいいんだよ。島田秀平じゃなくてですか。うん、だってゲッターズさんだってゲッターズいいだね。そうですよね、やっぱああいう名前ある方が羨ましいなと思いますよね。つけてやろうか。え、いいんですか。うん、ね、これも聞いたらもうそれになっちゃうから、うん、いやいや、なんなくていいよ。とりあえず候補だけ、うん、それなのに聞きもしないんで、うん、聞きたいですよ、そんなだって長いは、うん、はい、可能性ありますもんね。何がいいんだろう、やっぱ占いしてるし。そうだね、うん、占いのなんか関係がいいのかな。そういうのがいいんだよ。大吉島田みたいなのがいいんですよ。だからいるもんね、うん、でも縁起いいですね、うん、花丸さん、花丸大吉。そうだよね、うん、大吉だってなんだ、うーん、占いって何、あとは、あとは星占いとか、まあ、手相とか。あ、そうか、手相をやってる。手相が手ハンド手ハンド島田手島ゆうゆうちゃん、ゆうゆうゆうって言っちゃいましたね。手島ゆうちゃん。手島ゆうにしますわ、名前俺。こっから。手島ゆうにいるし、いるし、なんで、なんでって。どうも、手相芸人の手島ゆうです。さあ、占いますよ、今日も。まず、たけしさん見てボケてんのかと思う。島田の島は残しの。
手を入れて手島なんですと。うん、あ、そうだ、島田で手島なんですもんね。いや、そうです。いや、だから言ったんだ。だから言ってるんですか。いや、何の話すいません、今嘘だろ。うどん食ってんのに、これうどんなんですかっていうやつみたいで。島田そんなやついねえけど。手オンリーだと思ってた。そんなやついねえけど。かわいい。かわいいですね。手島ヒュー面白いですね。また絶妙な。いや、面白いですね。面白いですねって。なんで否定しないんだ。全取りもわけわかんないからね、こういうの。後輩からは、ちょっと馬鹿にされる感じで、手相兵、手相兵、島田は手相兵とか言われたりはしますけどね。手相兵ね。手相兵、うん、はい。なんでなんか手相で、島田周平なんで手相兵みたいな。うん。うん。なんか全然面白くないもんね。手相兵って。手島優さんの方が面白いですよ。いやいや、手島優も面白くない。手島優って言ってないしね、こっちは。手島って言ったら、日村さんが、優って。手島と来たらもう優だから、ね。いや、手島の座りがいいのは、優以外出てこないからね。そうですね。手島周平ではね。なんだ手島周平ちょっと前歯、前歯周平はもうそれ裏返りじゃなくて、見た目で言ってませんか出っ歯だから俺。あ、お前出っ歯なの出っ歯なんですよ。そんな出っ歯じゃないよ。っていうふうに言い出したら全然出っ歯じゃねえよ。意外に出っ歯だねの方だから。あ、そうですか。出っ歯売りは絶対なしだよ。あ、なしですかね、これ。なんだろうね。ジャイアント島田はああ。ジャイアントの記者とそこまででかくねえっていう。でかいのに。何センチあんのどうしても184センチ。でかいよね。でかいよ。すげえでかいんだよな。どうしたってジャイアント白田さんが浮かぶんですよね。そう馬場さんの。あ、ジャイアント馬場さんの方でしょ。まあまあ、白田さんも浮かぶけど、うん。ジャイアントってつける人は190超えないと多分負けると思う。ジャイアント。ジャイアントじゃねえよ。そんな大きくないんですね、面白いけどさ。そっか。ゲッターズさんは何なんだろう。もともとゲッターずっとお笑いコンビだったんですよ。あ、そうなんだ。だからカンニング竹山さん方式ですよね。島田だ。え、そうなの？ゲッターズさんってお笑いコンビだったんですよ。あ、そうなんだ。はい、そコンビ名残してんだ。あ、そうなんだ。ただ僕の場合号泣島田ってことになっちゃうので。そっか。はい。まあ、そういうことだったんだね。もうでも島田周平が結構もう浸透してるもんね。言われる？島田さんって。そうですね。まあ、よくあの手相の人とか、うん、占いの人みたいな。うん、なるほど。あと、まあ、ハンドパワー。ハンドパワー島田にすれば。あ、いいね。来てます、来てますって、なんか浮かんでこないですかね。浮かんでくる。めちゃめちゃ浮かんでくる。そっからいただいてんだね。ハンドパワー島田。あ、ゆくらさんつけてね。いいよね。うん。何、うんうん、なの？何が得意なの？手相と？まあ、一応、こう、階段ライブなんかも。そっち、そっちもいいって。しつこいよ。階段ライブ。階段ライブ。得意だろ、階段ライブ。夏よくお会いしたじゃないですか、稽古場で。あったけど。階段ライブ。よく得意だろ、本当に。相談させてもらったじゃないですか。いや、階段僕いっぱい持ってますし。階段話をさ、相談してくるとおかしい。違う違う違う。これちょっと聞いてもらっていいですかってさ。はい。聞いてもらうっておかしくない？おかしいね。あれですよ、その、話自体は本当の話なんですけど、その、本当の話なの本当に。構成とかね。毎日毎日さ、なんかさ、稽古場に入ってるけどさ、あれも作ってる。本当だよ。なんで階段ライブやんのにさ、俺らと同じぐらい稽古場にさ、来るのおかしいよ。作ってんすげえ作ってんじゃないかって。作ってんじゃないんですまあ作っててもいいけど。いいけど。まあお話の仕方とか、うん、どういう流れで行ったらいいかっていうのをずっとやってたんですよ。うん、はい。で、心霊写真出したりとか、うん、本当にもうそういうライブだったんです。うん、はい。ああ、なるほどね。うん、そうじゃなくて占いの方向のなんかワードとか手相とか、まあ運命数とか、うん、あとは四柱推命とか、うん、タロットとか、うんうん、あとまあ、自覚画数占いとか、うんはいもう結構2個ぐらい前からできないやつ言い始めてますけど。じゃあ言うの。嘘つき、嘘つき島田。嘘つき島田。これはダメです、一番。嘘つきとかインチキとか、うん、そういうの良くないと思います。当たる方向がいいよね。はい。当たり屋島田は？おぉいいね、いいね、いいね。当たり屋島田いいですね。いいね。当たり屋島田でいい。当たり屋島田いいね。当たり屋島田。ちょっと、うん、でも、ちょっとでも ね、犯罪者みたいな。そうだね。ちょっと当たっていく感じ。なんかすごいね、トークでもなんかすげえなんか、ふっかけそうですもんね。うん。でも結構そのタイプだね。そうだね。いいじゃん。当たりはいいじゃん。そう。島田ってほら、ちょっとめんどくさいところに自分をこう置くポジションでやってきてるじゃん、ずっと。そんなつもりなかったのでしょはい。今そういうつもりなかったの。嘘だ。多分ちょっとめんどくさい立場に置いて自分から。一回ね。一回そうやっといて、うん、で、なんか、はいはいってやっといて、なんかだと、おい、いい加減にしろよっていう、そのポジションでやってる。
得意技得意技それなんですか。ちょっと分析追い込まれるっていう、はい、わざとそういうところに入るじゃん島田って。あ、なるほど、本当の手口だ。手口じゃないんです、あれ。もう緊張とか、あの本当犬でいう、いい人ですごくこう下手に入っといて、なるほど、突っ込むみたいなのが島田の立ち位置なの。なるほど、これ昔からそう。そうだそうだ、そんなに細かくしっかり言っちゃうと僕めちゃめちゃやりづらくなる。そうだ、その手口だったんだな。いや、そういう手口じゃないんです、うん、本当に頑張りたい、うん、期待に応えたいとね、空回りしちゃうのはやっぱありますけど、そうなの、だそこはやっぱり直していきたいなって思ってます。なんか目標言っちゃったけど2019年、今年の目標はファワワってなっちゃうんで、うん、じゃなくって、うん、ゲッターズさんじゃないけども、うん、やっぱりこうどっしりと、どっしりと、おかしいよね、喋りのさ、どっしりとこのなんと説得力とかが大事なのに、うんうん、おめでとうございますをさふわふわしちゃってさまずいよね。あれなんだと、おめでとうございますとなんかもう一個ぐらい言おうとしたのが混ざったの。ずっとこう第一声をしっかり言おうと思ってたら、うん、なんかゲロみたいなの出てきた。ゲロみたいなのってゲロじゃねえかそれも、うん、今日はだから島田に来てもらったってことでね、うん、占いですよ。占いですかね、やってもらいたいと思いますね。今年はもうトーン低めで説得力、うん、はい、これで頑張りたいです。よろしくね、お願いします。じゃあ一回お知らせ、はい、はい、TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドやっております。日村さん、はい、なんと隣にはゲッターズ飯田さんがいるって言ってたよ。すごくないですか、うん、まさかの。だから忙しいんでこの時期、この時期は。そうですね、今回は島田来たってことで、うん、毎回ね、はい、我々、まあ、あと大倉をいつもは占ってんだけど、そう、大倉がインフルエンザでいなくて、そうそうそう、ないですよね、うん、大変ですね。どうなんだろう、本当かどうかも分かんない。すげえな、嘘だったら面白いけど。なんちゃって大倉さんのことも占ってはきたんです。ありがとう、ありがとう。なんだかんだ言ってね、大倉が一番島田の占いが楽しみなのか。本当にあいつを島田の占いの通りにするんだから、あいつすごいよね、うん、だからどうする、大倉は今日やった方がいいのかな、まあ、電話とかできんの、大倉に繋がるの。繋がるよ。繋がってもあいつは大丈夫なのかな、その電話できる状態なのかな。昨日だからね、意外とまだきつい状況かもしれないね。うん、まあでも電話だったら大丈夫でしょ。うん、ね、出れるんだったら、ね、出れるんだったらね。あ、出れるんだ、おいいね。じゃあ後で奥さんにもちょっと連絡しようか、うん、はい、この放送中にね。そうですね。それか日村さんちのお母さん、ね、うちの親は出ます、多分出ます。占ってくれてます。あ、もちろん、よかったら、いいです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 、大丈夫です、占わなくて。じゃあちょっと占い、大島のね、はい、占いなんですけど、はい、まあ、ちょっとざっと、はい、2018年振り返ってみたいんですけど、はい、答え合わせですよね。答え合わせです、いわゆるね、はい、俺はどんなこと言われてたんだろうな、ね、うん、まあ全体的にいいっていう感じ、もうずっといいみたいなのが続いてんだもんね。25年にすごいいいのが来るけど、そこまではずっと登るだけですよ。登るだけです、はい、だからまだブレイクしないでしょ。って2025年にブレイクという、いや嬉しいんだ、早くブレイクしてください。そうだよね、いやすごいね、まだだって2019年だもんね、6年後だ、下積み、すごい、今は、はい、修行の期間ですんで。嬉しい、はい、いや、たけしさんも言ってた、たけしさんも、うん、来年売れるんだ、来年ブレイクするみたいなこと言われたりって言ってた。、はい、来年だったかな、なんかちょっとしばらく後ですよね、まだ後なんだって、はい、マジですごいな。あとはなんかこう、何を言われた、健康面だね。あ、そうそう、それも健康面言われたよね。肥満から糖尿痛、糖尿痛、痔、腸。あ、痔はどうですか？痔はね、あんまりだけど、腸が確かに2018年、うん、まあもともとそんなに強くないけど、うん、俺なんかね、腸は確かに、でも注意って言われてたけど、うん、注意してたのに、どうにも止められない。難しいよね、腸を注意して、どうしていいか分かんないもんね。また、お酒飲む人じゃないからね。だから疲れとかね、それはやっぱり仕事でね、そっちに行っちゃいやすいのかもしれないですよね。うん、まあ、肥満とかはまあ一応そんなに肥満じゃないでしょ。ちょっとだけあれマジ
まあでも確かに、あの、一時期よりは、ちょっとシュッとされたかなって感じは。うん、え、島田のもう肥満ってどうかな俺肥満なのかちょっとお腹大丈夫ですか何がいいよ見て、何あれでもなんか一時期もうちょっと出てましたね。もっと、そうそう、一時期締まりましたね。痩せてる。そうそう結構やってんすかダイエットとか。やってない。運動とか。やってない。絞ってる。あ、飯をあんま食わないようにはしてる、あの炭水化物とかは。でも単純にもう多分、年なのか、もう飯が、減ったんだ。昔よりは食えなくなった。量が。うん。あとなんだ。投資や掛け事やらない方がいいとか。はい。うん、やってもね。やってない。あの、大儲けか大損なんで、だったらやらない方がいいよってことなんですね。うん。はい。年上の男性からめちゃめちゃ感謝される。いや、これ別されなかったな。本当ですか。夏、車の事故とか言われたのね。大丈夫だったな。大丈夫だね。秋、誤解されたりすることが、しかし黙ってれば誤解が解け。うん、結果大丈夫。うん、別に何も特になかったかな。うん。年末大石蔵之介役的な伝統番組のなんかすごいのが来るっつってたけど来なかったね別に。来なかったっすか。大石蔵之介的な。俺だから何か当たってるかな。ふわっとしてますなんかねあんまり。そんなにあそうですね、はい。でもまあ言う通り動いたからセーフだったからな。言う通り俺別にそんなに意識してないんだけど、俺島田の占いってほとんど別に意識してないんだ。うん、あのいいこと言われたら嬉しいなって思ってるぐらいで。うん、だからけどなんか。明確なこれみたいな過去だってほら紅白みたいな仕事とかさ、スパゲッティの CM 来た時になんか麺の CM が来るとかね、そういうのね、そう当てたりとか。まあ日村さんは当たってんだよ。すげえ、これはすごいよ。ゴールイン当ててんだよ。これ去年だっけ。どうやって、だからそうどう当たってんの。2018年結婚当ててんじゃん。そうそうそう、ただ日村さん本当に優しいのが僕の占いに寄せてきてくれてる。まあそんなに日にちもちょっといろいろ、それはでも、うん、日にちをどうその入籍日がどうこうっていうのは、うん、それは別の話やん。だってここまでのプロセスで結婚するっていうのは、まあね、当ててるみたいなもん。そうこれはでかいよね。もう当たってるじゃん。あとは何言われてんの。春挑発してくる若手が登場芸風が被った後輩とか焦る必要ないとかで言ったそんな人。いやちょっと今ちょっと思い当たんないけど。そうです、被る人あんまいないですもんね。そうだね。あとはなんだ。そうこういうね伝統芸能系はすげえそう言われてるんだよね。ずっと言われてんだよね。はい、ね。をやるといいっていうね。ラッキーアイテムがブドウだったんだ。2018年。でもなんか久田さんがブドウ食うからかな、ブドウが例年よりもあったっていう印象はすごいあるんだよ、ね、まあね。だけどラッキーアイテムブドウって言われてそれが何かあった。別にまあでもワイン飲んだりとか。ワイン飲んだりとか。ああ秩父ワインね。ワインの仕事やブドウのキャラクターなどが来るって言われたけど、まあ、なかなかバナナマンだからワインのブドウのキャラってのが来づらい部分もあるよ、まあ、バナナのものも別にそんな来てないんだけどね。うん、ブドウはねすごい周りにあったありがとうございますっていう。オーロラを見て人生の本当の意味に気づく。これ見に行った方が良かったんじゃん。オーロラ見に行ってないもんね。行ったことないね。つかオーロラなんてそんなちょっとじゃあそっとじゃ見れない。スケジュールも取れないですね。これはね、うん、パワハラに注意、うん、気さくな感じを出して、はい、確かに日村さんパワハラ、うん、ないですけどねめちゃめちゃ優しいですよ。パワハラはないですねめちゃめちゃ優しい。パワハラはないでしょ。いやいやもうめちゃめちゃパワハラだ。めちゃめちゃパワハラなの。気さくな感じ出してパワハラもっと周りが気づいてた日村さん。パワハラ周りが言ってんだろ。いやあの本人はそうは思わない。いやいやあのすっごい僕は去年慰めてもらいました。いろいろと慰めてはないよ別に、はい、お前は大事だぞっていいぞっていう風にすごく励ましてもらいました、はい、でもまあ一番は結婚当ててるっつうのがすげえんだ。そうだね。で大倉のことは何言ったの。仕事がやりやすくなりヒットを飛ばし賞をもらう可能性も賞もらいました大倉さん。忙しいは忙しいもんね。もらってないですか、うん、あなんかもらってないよね。別に賞はもらってない、うんうん、先輩風を吹かせない方がいい。大倉でも本当先輩風吹かすからなあいつあいつ本当偉そうなんだよ。あいつ言っといた方がいいよ。あいつなんか偉そうにしたらさ。えであいつ、先輩か。あいつ。でも、って言われて偉いんだからしょうがないじゃないの。だって、大倉そうそう。多少もう偉くなってるポジションだけど、うん、あいつは偉そうにしたら。
一応そのズーズーしくてセコいっていうのは星としてはあるんですけど、ね、ズーズーしくてセコいはあいつそうですか、あいつ田舎のクソジジイみたいな感じだった。セコいはセコいなんかイメージあるね。そうですか。ああ、セコいよ。うん、人間ドック、ああ、なんかやっぱ体のこと言われてる、ね、なんか体のことはずっと言ってんね、うん、なんかね、足痛いとかさ、まあ、肝臓も腸もいいわけないもんね。うん、奥さんに優しくしないとって浮気に要注意って、大倉ここ数年ずっと女関係言われてる、ね、そうですね、はい、まあ、まあ女性好きというところと、やっぱこう勘違いしやすいところが結構あるので、そこは注意かなって。でも子供生まれたりとか結構これはあれなんじゃない、そうだね、いうこと聞いてるのか分かんないけど、うんうん、子供が書いてないね、子供生まれみたいな、ね、そうですね、はい、そういうのあれよかったね。うん、まあね、そんな感じだね、うん、はい、まあ去年こんな感じ、すいません、ね、うん、どうしようか、じゃあ早速行く、いいですか、もちろん、うん、どちらから行きましょうか、設楽さん、ちょっと待って、びっくりした、何どっちから行きましょうか、設楽さん木村さん何これ、すごくないこれ、何トークのスキルが落ちたんや、めちゃめちゃすごいね、それはもう説得力でいきますんで、説得力、はい、いいよね、設楽さんからでいい、俺からで行こうか、いいですか、じゃあなんか俺からお願いします、はい、2019年設楽さんどうなんでしょうか、まあ、手相で言いますと、手相、ね、これ去年のね、ある番組で実は紹介させていただいたんですね、うん、ね、テレビの方で、あ、そうだね、それは人差し指の下に米印、うん、スターが入りましたよって話をしたんですよね。俺スター入りまくってほらここにもできちゃった、お、これは小指の下っていうか、このさらに下ですからね、ここはアイデアなんですよ、このこれですよね、人差し指の下にもあるわけでしょ、でこのスターがすごくて、これがまあ、中井さんとかタモリさんとか鶴瓶さん、あとは、まあ、歌丸師匠なんかにもあったというスターが入ったってことです、ね、スターだけにできるやつちょっと汗なせる日村どうした、どうした全然ねえなと思って俺スター、でまあ本当日本を代表する、まあ、MC の方たちと同じスターが入ったっジョブチューンだよね、はい、の時に言われた、であとまあ言ってたのがその親指付け根のほくろ、ね、これがまあ本当に松本人志さんとか、うん、はい、名倉さんとか、うん、朝の情報番組小倉さんとかそういう MC クラスの方たちにあるほくろなんで、僕が MC ぼくろって呼んでたやつも結構入ってたってことですね。入ってた、入ってすごいんですよ、入ってる、ただやっぱりそれは2025年ぐらいからやっと完成なので、うん、まだ正直まだそんな感じ、6年かかるなと、はい、6年ってことは来年だから今年に46になるでしょ、だから 52歳、あ、でも大物司会者っぽい感じあ、いいかもしんないね、52歳、うん、あ、いいかもしんない、大物感が出てきたもん、50代超える、はい、ね、なると、で言ってしまうとそのためにまだ準備だったりとか、うん、人に恩を売ったりとか、うん、ありがとうとかっていう人貯金だったりしなきゃいけない期間に入ってるので、うん、あ、なるほど、前の正直、うん、すごく自分自身が仕事が忙しいんだけど大変だなとか、うん、って思うことはちょっと増えそうな年かなという感じあります。まあ下積みだもんね、は、下積み、そうだな、大変だなと思う。ただ設楽さんはやっぱりこう一度決めたら我慢強いとか、うん、忍耐とか、うん、やり通すための計画性と分析力がある人なんで、うんうん、本当に言うとこう心の中に炎、うん、それも強い炎っていうよりも、うん、こうなんかじわ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 こう種火のようなずっと消えないでずっとこう、うん、ぐつ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 こう火をこう燃やし続けてるっていうのがあるので、うんうん、やっぱりそういう先に目標があってもそこまでずっと我慢もできるっていう、うん、ずっと種火がついた状態だ、種火ずっとついてます、はい、うん、でですね、まあこれごめんなさいね、その繰り返しになってしまうんですけども、うん、とにかく落ち着きと色気、うん、で聞き上手っていうことをやっておけば大丈夫っていう色気をやっとけばいいってどういうことなのこれ毎回言うんだよね、落ち着きはできるじゃん、聞き上手もやれるじゃん、色気と色気って具体的に何すら色気が、セクシーさというかちょっとこうミステリアスな感じというか、うん、ちょっとこうなんていうんですか、フェロモンみたいな、ちょっとこうなんかでもそれはもう大丈夫でしょ、日村さんがよく言う、うん、フェロモン抑えん、おさ、なんだっけフェロモン抑えインを飲んで方がいいよって言われたことある。そうだね。なんだっけ、フェロモン抑えイン。まあ、俺、多分それ言ったかどうか分かんないけど、そう。フェロモン出しすぎんだから、フェロモンちょい抑えインを。そういう薬があったら飲んだ方がいいって話をしたことある。そういうのあるじゃん。フェロモン抑えイン飲んだ、飲まない方がいいんじゃないですか、飲まない方がいいんだけど、はい、だから出しすぎんだから、ね、出しすぎんですか出しすぎもほら一緒に煙たいじゃんか、そんな出てますか、近くにいるとやっぱ出てるんだ、うん、って言われたことはね、今さん
だからやっぱそれは大事だと思いますよ。あ、そう。落ち着きと色気、聞き上手っていうキーワードを持ってさえいればずっと大丈夫なんですけども。うん、落ち着きと色気。はい、じゃあもう黙ってなんかポコチンとか出しておけばいい。違います。色気がポコチンって全然絶対ないです。聞き上手で落ち着いてて色気満載。はい。うん。で、まあ、去年も言ったところで、うん、これから成功するための3つのキーワードは、うん、政治経済の勉強。やだ。周囲への感謝、まあ、そしていい笑顔と愛嬌っていう。それはいい、はい、政治とかも絶対分かんないし、これ去年も言われて、はい、まあ、ちょっとこう時間あったらそこもちょっとやられてるとまたもう一ランクかなっていう感じも。はあ、はい、大変だよ。さあ2019年、うん、いいでしょうか。あ、まだこっからの 今のはもう基本的なベースなんだからか、 前と同じようなことだなと、はい、なるほど、ベースね今のは、うん、はい、2019年ですね、うん、さっき言いました、ちょっと俺がやんのとか、設楽さんはこう主役型なんですけども、うん、ちょっとこう脇に回ってやってあげたりとか助けてあげてみたいなことを今年ちょっと増えてきて、でもそれをやっとくとすごく結果、うん、人貯金になってくっていう。俺がやんのとか、はい、実家の草むしりとか。俺がやんのって実家帰って休みたいのにちょっと草むしりやってとか言われたらやった方がいいってことね。いや、多分芸能関係の話よ。実家の草むしりはもう俺がやんのって言っていいよ。で、今年ですね、うん、柱がもう一本できてくる暗示があるんですね。おお、何かが生まれてくる暗示、これがどんどん育っていくっていう、うん、仕事面かどうか分かんないけど、あ、これ仕事面ですね。仕事面だ、もうまあ、七万設楽治の柱がもう一本何かこう出てくるっていう。おう、へー、柱、はい、代表作的な。そうですね。はあ、なんだろうね。で、急にズボンと生えてくるの、それが。あ、これは今年生まれてきて、これがずーっと柱になってくっていう。なってくってこと、はい。この芸能生活の。新たな。はい。で、この時にですね、企画とかネタとかアイデアが、うん、いらねえな、これ、とか、興味ないな、とか、うん、以前捨てたものとか、うん、そういうものの中に宝がある可能性があるので、もう一度ちょっとそれを見直してみるのはいいのかなという。なるほど。過去じゃあこうなんか面白いねなんつってたようなのが、はい、もしかしたら、はい、これはアイデアでもネタでもです。はい。そこを掘り起こすのはすごくいいという。うん、はい。柱か。今はもうだって。今なんで、ね。今もうバナナマン。バナナマン柱。うん。MC とか。あ、そういうのもあるの。あ、はい、そういうことね。うん。うん、MC。もう一本バイクレーサーと急に分かんないけど急にじゃない、はい、そのだん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 昔バイクレーサーの全然やったことない、捨てたの一回、捨ててない、捨ててないよね、免許もない、うんうん、50は乗れるけど50のバイクレーサーあるけどね、あるけどね、うん、興味ないなって一回捨てたものをもう一回やってみてもいいかもしれない。あ、そうなので、うん、仕事いいんですけど、うん、ちょっと気になるのが健康面なんですよ、ね、やばくないこれ、何年も言われてるね。で、まあ腸は引き続きなんですけど、うん、今年出てきたのが、うん、耳、耳のどんどん、いや俺はもうこれでも年だからさ、うん、そりゃそうなんだよ、うん、年だから昔と比べればいろんなものが悪くなってくるよね、うんうん、まあね、年だからね、うん、耳が切れちゃうのかな、切れちゃうとかじゃないですけど、急にもぎもぎつもりそういうことじゃないでしょ、はい、うん、中耳炎とか例えばね、とか、はい、まあ、ちょっとなんかこうね、難聴とか、そうですね、難聴とかね、はい、あ、耳ね、じゃあなんかあったらすぐ耳鼻科行くよ、耳鼻科行く、あと歯も注意ですね、はい、大丈夫、もうやってるから、あ、本当ですか、今治療中だから、ああ、いいですね、うん、お腹とかだってもう成長剤とか飲んでるし、お、じゃあもう先行ってるわ、じゃあこれ、じゃあこれ解決、体はね、もうこれは年だから、うん、どんどん悪くなるよ、うんうん、しょうがない、だ今年本当に頑張ってですね、時間があったらちょっと睡眠時間を確保するっていう、あのね、でもね、うん、島田これはね、うん、もう寝てる俺、あ、本当ですか、うん、寝てんの意外と、もう去年ね、もう去年ってとこじゃないね、もうここ数年か、うん、もう寝ないと、うん、もう疲れ果てちゃってさ、うん、昔はね、うん、遊んでさそのまんま仕事よなんてやってたけど、うん、もうね無理、うん、疲れちゃって寝ないと、だから俺割と寝てる、あ、じゃあ本当に昼寝も含めて、うん、ちょっと空き時間にもう移動中なんてすぐ寝ちゃうんだ、うん、なんかだから、まあ、ベッドとか枕とか、うん、なんかそういうのもいいやつをちょっとこう買い替えてもらったりとか、へえ、もう買い替えたけどな、またあ、いいのだったらいいです、はい、まあ、いいくはないけどね、あ、じゃあちょっと買い替えましょうよ、いやでもいいの、それがいい、ちょっと硬いのが良くて高反発みたいなのいや、もう高反発っていうよりも、まあ柔らかいんだけど、うん、ちょっと硬い目が好きだからっつって、硬、うんうん、いのにして安い、うん、
じゃあまあそれもそれでいい。はい。うん、でですね、さっきちょっと話したんですけど、うん、あの柱になるかわからないですけど、重要な仕事で秋、秋、スポーツ関連の何か仕事が始まりそうかなという感じです。秋に？はい。スポーツ関連。何がある？でももう2019年ってなかったっけ？もうでもオリンピック前だから、ね、直前で。そうだよね。ああ。まあ津田さんはオリンピック絡みあったらいいね。オリンピックに出るとかってことかな。やっぱそれはもう本人次第。無理だよ。日本代表ほぼ確定してでしょ、ほとんど。あれ、今までスポーツ番組とかっていうのはどうですか？いや、スポーツ番組ないね。あの、今、TBS でやらせてもらってない、一応スポーツ絡んでるようなのあるけどね、ケータ天才はね。ああ、そうか。ね、まあ、どっちかってそうだね。NHK とかでも前やったことあるけどね。でも、がっつりスポーツ番組って実はない。うん、うん。うん、あんまりそこまでどっかのスポーツにこうすごい詳しいとかないから、うんうん、でもなんかそれがちょっと出てましたね、スポーツ関連の仕事。はい、ああそうか。ちなみに今年あれなんだって、ラグビーワールドカップが2019年にいやいやあると。いや、ラグ知ってるけど、ね、ラグビーそこまで詳しくないもん。あと、うん、世界陸上。ああ、世界陸上、ね、世界陸上もある9月。ああ、だから何言ったの？俺急にないよ。まあ急にないよね。どういうこと？世界陸上なんかでもそういうちょっと、うん、なんかあるのかな。普段は小田裕二さんですけども。あ、はい。ね。でもわかんない。それはバナナマンでなんかそういうスポーツ関係の仕事をやるかも。はい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 、はいね、うん。はい。で、まあこれは本当にまあ本当にこれは注意なんですけども、秋ですね。うん、ちょっと去年もちょっと軽く言ったんですけども。うん、ちょっと車のやっぱ事故がちょっと出てるんですよ、ね。マジで？で、駐車場から出るときとか、うん、横断歩道で信号がないところとかってのだけちょっと注意かなっていう。怖えな。なんで、ちょっとそこだけ、うん、はい。まあ、本当にちょっとその。それはもういつも注意してるけど。ね、本当にそうですよね。うん、はい。でも、急に起こるから事故なんですね。そうなんですよね。うん、そこだよね。でも、よかった。じゃあ、慎重に。慎重にね。はい、安全運転でいつも以上に。うん、はい。うん、で、冬、なんか、偉くなるんですよ。は？なんか、ざっくりですけど、偉くなるっていう。冬？はい。は？年末。俺が？はい。偉くなる。で、出てんの？はい。どういうことだ？どういうことなんだろうなって思ってですね。だから実際に地位が上がるのか、でもそういうこともわからないですけど、なんか、偉い役をやるのか、とか。ああ。なんか偉くなるっていう。偉くなる。だ、会社とかだったらね、昇進するとかわかりやすいけど、俺らはそういうのないからね。うん。偉くなる。偉くなる。偉くなるってなんだろう。ちょっとなんかそういうのが出てます。ざっくりしてんな。すいません。これずるいよな。すいません。当たったって言われても、ね、偉くなってましたもんね、あれね、つって。ずるいよ。ずるいやつだ、ね。ずるいやつだな。なんで、まあ、ちょっとまあ、具体的なやつは柱がもう一本できそうってことと、スポーツ関連のお仕事。うん、はい。あと、まあ、耳に注意とか。はい。お耳か、お。耳に注意って言っても、耳がなんかなんねえと、ああ、当たったって分かんない。そんな感じ？あと、まあ、全然これ本当にあれなんですけど、まあ、これは、ちょっとまあ、本当にすごい、運命数という占いでやったやつで、うん、まあ、結構プライベートの方で楽しいことが増える年で、うん、まあ、設楽さんの場合のこれが頭が分からないですけど、結構この年回りの時に、子宝っていう人もいるんですよ。うん、だはい。それはないんじゃねえか。一応なんかこういうことが出やすい年回りには入ってたなと思ったんで、一応それも、はい、夏あたりに、そういう、はい、年回りには入ってるので、もし。ああ、その星に生まれた人はこういう、そういう年回りみたいなノリに。そういう気持ちがあるんだったらっていうのはいいんじゃないかなっていう、ね、いい時期かなという感じがしました。はい。以上ですか。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、続いて、日村さん。はい。の前に。の前に。はい。日村さんのお母さん。2回目の、ごめんごめん。2回目の登場、もういいっすよ、ね。お知らせだと。お知らせしましょう。お知らせです。
ンのバナナムーンゴールド。はい、TBS ラジオ、金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。やっております。やっております。今日はですね、まあ、今年初めて、まあ、初回には、もう恒例企画となっております。はいはい、手島優を呼んでね。そうですね。どうも、手相芸人の手島優です。お願いします。いや、違いますね。あ、島田だ。島田です。はい。島田周平を呼んで、ね、はい、ちょっと占ってもらってますけど、はい、私、バナナマン設楽さんが終わりまして、まあ、ざっくり言うといいと。はい。いう感じで、まあ、注意事項、体の面とか、いろいろあるけど、大きく言うと、柱ができる可能性ありますよ。そうですね。はい。大丈夫、携帯鳴ってっけ。鳴ってる。前回も来させていただいた時も、前回もなんか奥さんから奥さんからですね、奥さんから電話が必要になってたけど、大丈夫です、いいですか、はい、いいですか、いいですか、じゃあ日村さん、日村さん、はい、お願いします、お願いします、日村さん、2019年、うん、仕事運、うん、最高の運気です。出た。本当だ。すごいね。本当だ。いや、違う番組で、はい、ゲッターズさんも日村さん爆上げ状態です。あ、本当ですか、うん、日村さんすごい。あ、安心、自信ついた。ゲッターズさんが言ったから。はい。本当、ここでどこまでいけるかが決まるぐらい、うん、もうここ行き切った方がいいですよっていう。マジ？めちゃめちゃいいと思います。やばくない？じゃあここでさ、うん、来なかったらやばいじゃんね。ね、ここ本当頑張ってください。マジで。はい。ちょっと無茶してもいいぐらいの、なんか無茶してもいいです。やっちゃっていいのかな。やっちゃっていいです。これどういうことなの？何が来んの？まずですね、うん、まあ、仕事がもう出来がもうとにかく良くて、羨望の的、うん。今年はもうね、自分がやりたいっていう仕事、こうなりたいっていうものがどんどん叶っていくような、もう運が味方についてやることなすことうまくいっちゃうような年になるんじゃないかな。じゃあ。すごいんじゃん、日村が行くでさ、またハワイ行ったりすんじゃん、うん、それは行きますね。またね、うん、うん、そうだね、そういうことじゃない、そういうことかもしれない、それか日村が行くでさ、うん、すっごい面白いギャグをなんか発見する。ちょっと言いたかねえけどスケールがちっちゃいな、自分で言いたくなかった。このセリフは言いたくなかった。それはそれですごいけど、日村が行くで うん、やれるのは、うん、マジで、いやもう本当にスケールが分かんないからね、これね。でその時に、まあ、今年例えばそのプライドの高さとか、うん、こだわりすぎっていうものがすごく注意になってくるんですね。とにかくやっぱこうプライド高いからね、うん、まあそこを今回は今年はもう全部こう下げて、うん、もうどん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 やった方がいいので、それがちょっと邪魔になってくる。何でもやっていいってこと？はい。でやっぱ昔から言ってますけども、とにかくもう本当に吸収力が半端ないので、うん、まあ、なんでだろうね。新しく見せる。皆さん全然吸収しても忘れちゃう。そうですか、うん。でもスポンジみたいな、本当に。その時のやつを覚えちゃうってこと？はい、うん。で、新しく見せるっていうものがもう本当に上手、天才。うん、新しく生み出すっていうよりも新しく見せる。今まであるものを新しく自分流に見せて、新しい感じに見せるっていうのはとにかくすごい方なので、うん、昔から言ってるその、昔の芸能とか歴史とか。これさ、これ言われてもさ、なかなかできないよね。これやった方がいいのかな。でも、それで言ったら、日村が行くで着物を着てね。まあ、それはやってるからね。だから日村が行く、なんじゃない？なんかあんのかな、あの番組。いや、でもすごくやって楽しいけど、すごい。ただ、秋になんか資格取らなくちゃとか、なんかこう、習い事しなきゃとか、ちょっとこう、挑戦しなきゃみたいな仕事があるんじゃないかなって感じはしますよね。それって結構毎年なんかあるんだよね。なんか習わなきゃいけないとか、なんか練習しなきゃいけないっていうのはね。資格さんって常に言ってるよね。例えば本当に和太鼓とか、三味線とかでもいいんですけど、なんかそれを自分、伝統的な。マスターできるようなものがあったら本当にやっていただくと、それが今後にすごくこう、プラスになってくる。和太鼓和太鼓の練習してなんか結びつくかな。なんだ、今のところなんか浮かばないんだ。格闘技のオープニングとか日村さんが毎回やるようになるってこと？高田さんみたいな。高田さんがやってるよね、ふんどし一丁で。うん。でも三味線みたいなやつとか。三味線かい。かっこいいけどね。まあでも、まあなんかそういうチャレンジものがあったら、ぜひちょっと頑張って忙しいと思うんですけども、やっていただくと。やってみたら、こんだけ言われてんだから。ずっと言われてるんだよね、はい、これ、3年ぐらい。本当に、まあ、自分で独学というよりも、その道の一流の人に、もう弟子入りするぐらいが、まあ、いいですよね。ええ。だからもう、無理この年ではとか、もうこれからはもう、そんなに習得できないよとかじゃなくって、今年は運も味方してますんで、それが身になるので、何かそういう、なんかあると面白いなって感じがありますね。それこそなんか、ね、雅楽みたいなやつとかでもいいんですけど、
画角ってでもどこで見せりゃいい？何画角ってなんだっけ？あのブワーンあのいわゆる東儀秀樹さんだっけ？東儀秀樹さん、うん、あのブワーンのやつね。能みたいなやつとか。能？歌舞伎みたいなやつとか。入れんのそこに日村さん。なんかそこでこう手があって一流の方が教えてくれるよってなったら。うん、マジなんだそれ。いや。なんでだろう、ね、なんかでも。島田が毎回言うんだけど、確かにそれが、でもどう、うん、どこで花開くかがわかんねえんでな。日村さんがそっちやって面白いけど、うん、それ使えるかね。か楽器だったらまだね、わ、うん、かるけど、歌舞伎とか能に本気で日村さんがやったらどうなんだろう、ね、うん、どうなっちゃうんだろうね。歌舞伎ロックスの人みたいになるってこと？あの、宇治神一番さん。宇治神一番さんね。ただ、まあ、あの、本当理想ですけど、うん、結構ほら、あの、歌舞伎でも、こう、ワンピース歌舞伎じゃないですけど、すごくそういう。いやいや、でもあれってさ、本当の歌舞伎の人がやってるの。そうですね、あれは。スーパー歌舞伎的なことでしょ、あれ。とかで、ちょっとこう、ゲスト的にちょっと教えてもらって、で、やったら、すごくそれが身について、なんかちょっとこう今後そっちの方とかでなったらすごくいいな。なかなか番組の企画とかでもないわけじゃん。自分から行くわけでしょ。すいませんっつって歌舞伎習いたいんですけどとか。うーん、そうっすね。まあちょっと大変だと思うんですが、まあそれはまあ常にやっぱいいので、まああの時間とそういうチャンスがあったらやっていただきたいなっていう。はい、あとですね、まあ仕事すごくいいんです。で、健康はやっぱりまあちょっと。すごく、だから、今年めちゃめちゃいいんですよね。うん、冴え渡ってるんですよ。健康もいいよ。冴え渡ってるんで、うん、頭が休まらないっていう状態になってしまうんですね。うん、で疲れがずっとこう、ずっとこうなんかこう、エンジンがぐわーって回ってる状態になってしまってる。最悪やん。どうなっちゃうの？だからこう結構体に負担が来て、うん、肌がボロボロになったり。肌がボロボロ。俺の次具体的に来るね。肌がボロボロとか。ゆらさんもうすでにちょっとその傾向あるよ。肌がね、ボロボロの、ほら、なんか、肌がボロボロになっちゃうんで、日村さん。そうなんです。そうだよ。頭のあれとかね。ああ、例えばね。うん。うん。とかやっぱポリープはやっぱ引き続き要注意かなっていうのが出てました。ポリープ？はい。ポリープ。ポリープ？はい。で、まあ本当にこれは本当注意なんですけども、うん、仕事めちゃめちゃいいんですよ。うん。仕事いいんですが、うん、ちょっと家庭内のトラブルに注意っていうのがあるんだ。やばい。これが怖いんだよ。出たね。島田だが言う、それが一番怖い。離婚、離婚だ、ね、それが一番怖い。離婚。そういうことじゃないんです。それ以外ないじゃない。違うんだ、もう離婚じゃん。全然そうではないんです。うん、ただ、仕事場でものすごい評価されてる、うん、俺と家庭での俺のギャップにちょっと日村さんが苦しんで悩んでしまうかもしれない。うん、ないけどね、今どうそんなギャップ。はい、うん。でもこれは、それはどこの家庭でも起こり得るもんだよ。うんうん、はい。うん、まあまあ結婚まだ、ね、新婚さんなので、まあそういうところも解消していかなきゃいけないのかなっていうテーマがあるのかもしれないで、夏、東南アジアでモテちゃうっていうのはちょっと。東南アジアでモテちゃうの？はい。夏に？はい。予定がないな、今のところ東南アジアに行く。よくね、なんか最近その、まあ、YouTube なんかでもみんな世界で見てますから、うん、そのタイで AKB がすごくこう人気になってたりとかありますけど、はいはい、なんかそういうようなことがもしかしたらあるのかなという。へぇ、はい、モテちゃう。もう大人気。日村人気が。海外進出、そこで日本の伝統芸能やるみたいな。あ、そういう方向なの？もうあるかもね。それもいいですね。もう夏で大人気ってことは結構早めに俺始めちゃってるよね、もう。いいんじゃない？伝統芸能ね。うん。ただ、乗っかった方がいいよね、島田のにも。いやいやいや。ヒロさんは寄せに行くタイプ。俺は寄せ、完全に寄せたいから、うん。あとまあ冬、お酒の CM があるかもしれないなって、ちょっとなんか。ヒロさんに。俺に？お酒？はい。はぁ。で、まあ、とにかくですね、ちょっとこう、疲れとかは出やすいんです。仕事運がいいがゆえに。そうなんだ、ボロボロね。はい。温泉、音楽、まあ、ほんと神社みたいなところに、こう、よく足を運んでいただくとまたいいのかなという感じです。へぇー。はい。温泉、音楽、神社すごくない？なんか、うん、仕事バリバリやって、温泉、神社とか。神社とか行って。怖くね？なんか、ね、この人な、大丈夫みたいな。ね。で、東南アジア行って、わーってなって。おで、家庭内ではちょっと揉めて、みたいなって。仕事いいですか？千本の的。すごい、はい、マジで。仕事いいっつのはいいよね。仕事すごいいいと思いますね。もうそこしかないからね。本当に今年の頑張り。うん。それも怖い言い方だよね。確かに、ラストチャンス的な感じ。なんかね、今年良くなかったら嫌だみたいな。でも大丈夫なんでしょ？もちろんです、もちろんです。はい。とにかくいいですね。はい。仕事運がいい。おぉ。どうなの？なんか入ってくんのかな？なんかね。うん、あとやっぱこう、もう各現場でもう冴え渡って、もう、すごい活躍っていう感じなんじゃないですか、ね。なんか具体的なのないの？なんか。
各現場といいけど。そうだね。各現場別にそんなに冴え渡るような場面も日村さんあんまないけどね。その通常にやることはあるけど。そうなんだよ、ね。そのなんつうの、ここは日村に任せるみたいなのってないじゃん。まあまあありがたいかだよ、うん。いっぱいやってるけどさ。うん。なんかそういうのをやった方がいいのかな逆に。その任せるみたいな大役をとか。うん。はい、はい。大役系ね。ね。抜擢みたいなね。そういう感じ。おう。だからチャレンジしていくとかも。そういうことだね。なんか。今まであんま出てないような番組どんどん出てる。ああ、ゲストでとか呼んでもらって。うん、行っていいのかなそういうのって。いいです。いや、行きたいですよ。いい時にだって広がれば、うん、その分だって広げて広げてって、ね。全然行きたい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 。うん。うん、行ってね。うん。それは日村さんで行っていい？バナナマンで行った方がいいの？ただ、設楽さんも、うん、さっき言ってました、ちょっとね、俺がなんでやんなきゃいけないのみたいなことやった方がいい年回りなので。うん。まあ日村さん単体でもやっぱ設楽さんも一緒にバナナさんでっていうのもなんか、うん行ってもいいんじゃないかなって感じがしますけどね。おお。じゃあ例えばなんか日村さんが食い残したの俺食えとか言われて、うん、なんで俺やんなきゃいけないのって言わないで食った方がいいってことね。そういう話俺してましたっけ。例えば具体的にほら具体的に言ってくんないから。そうです。仕事の話だから全部今言ってる。仕事の話です。うん、この番組にとか、うん、逆に来てくれるんですかこの番組とかっていうところに行くのはすごくいいんじゃないですかね。ああいいね。じゃあなんか地方の地方の番組とか。僕長野でやってますよ。なんで島田のゲスト行かなきゃいけないのとか言わないで行っちゃった方がいいんだろうね。そうです、うん、そんなしたらもうやばいっすよ。いやいやなんで行かなきゃいけないんだよって言うよ。そしたらなんで島田の番組のゲストで行かなきゃいけないんだよって。しかも俺もメインじゃないですからね。え、あ、そうなの。はい、福田瀬テレビって俺の番組言ってたじゃないかよ。まあ俺出させてもらってる。何なの。そしたらめちゃめちゃ鼻高いですもん。待ってよ、でもそんなこと言ってたらまあありがたいけど、そういう話が来て断ってなかったら俺らし、あのすげえ稼働しなきゃいけない可能性が出てくる。そしたらもう要所要所でここでっていう。でもなんか時間的に厳しいけど、で行けるとこ行っていいの。じゃあ、はいはいはい、じゃあ俺一人で行ってもいい。いいです。いいんでしょ。はい、うん、うん、で、じゃあ中野、うん、ズクダセテレビ全然行きたいよ。本当ですか。いや、時間が合えばの話をするやつ。日村さん、ズクダセテレビですよ。え、いいんですか本当に。ズクダセテレビ、はい、んそれはさ、でもちょっと待って、そこでね日村さん来たらすっごいこう日村さんが、わ日村で任せろみたいなさ、うん、そこでやそうなるよ、そりゃ。そう、それはね、あ、それありがたいけど多分なると思う。そうなるけど、それでそこで何？あ、なんの、なんの、とか、なんか、脳みたいなのやった。島田の言う通りを分かりやすく言語化したんで。そしたら、ちょっとさ、日村さん最近なんか、どうしたんすかみたいな。なんか周りから変な、でもそれが違う仕事のファンにつながるのかもしれない。ちょっともうちょっと絞ってもらった方がいいよ。これだと全国、いつ裏行くことになるから。いろんなのに行くよ。島田のが嫌とかじゃなくて。もっとピンポイントじゃないけどさ、うん、もうちょっと限定して、どこの方、こんな番組とか言ってほしいよ。東西南北どっちの方向がいいか。ああ、そう、例えばね、関西なのか九州なのかとかさ。ただやっぱりこう助けてあげる人貯金っていうのがまず一つキーワードなんですよ、うん、恩を売っとくっていうか、うん、ありがとうっていう、うん、なのでもうその来てくれっていう話が来た時には乗っかるっていう乗っかっちゃうのと、限定はできない。そうですね。あとはまあ今まで自分たちが出てなかった番組とか、うん、あとはまあいないと思いますけどちょっと苦手だなと思ってた方のところに行ってみるとか、はい、苦手をなくすっていう、その苦手な人いるでしょそりゃ。なんかこうこだわりとか一回なくしてもう一回間口を広げとくってことが大事なので、うん、なるほど、ね、行ったことがない曲とか、はあ、やったことがないジャンルとか、あ、これもやってくれるんだ、ここも来てくれるんだとか、あ、はい、え、役者とかでもいいわけ。それはあのいわゆるバラエティとかだけじゃなくて、例えばお芝居でも、はいはいはい、何でも広げた方がいいです、はい、これってこだわりを作んない方がいいです。だからちっちゃいあの劇場とかでやってるところの客演お願いしますとか言ったら全部出た方がいい、うん、出た方がいいんだ。すごいことになりますよ、ね、そしたらすごいことになりますよ、ね、台本変えますよね最悪。いやいや、そういう話、そういう話でしょ。でもテレビラジオだから本当舞台とかね、ちょっとこううち来てちょっと1時間公演してくださいとか、うん、そういうのとか全部行った方がいい。公演ちょっとやってみますか。違う、やってみますかっていう話じゃないでしょ。占い映像出てるからっていう話でしょ。あのそれいいんですけど、やってみますか。やったことないやつやった方がいいんだ。はい、でもう
ありがとう、ええー、本当って言わせたの。でもそれはさ、まあまあ、じゃあちょっと意識した方がいいね。本当、間口は広げてください。間口を広げて、はい、分かった。こんな感じ？はい。OK。ありがとう。ありがとう。じゃあ、大倉先生行きます？電話します？電話つないでみようか。はいはいはい。大丈夫かな、あいつ。大倉が一番本当楽しみにしてる。大倉さんって引っ越しとかされました？してない。あ、引っ越しいいな。はい。あ、引っ越しいい。まあ、マイホームでもいいぐらいの。ちょっと家関係。まあ、でも年齢的にもそうだし、うんうん、言ってんだよ、もう大倉は。あ、そうですか。もうだって、言ったって子供も生まれてるしさ。うん、そうだよね。長いよね。もう次引っ越すって、もう買うの考えた方がいいんじゃないの？だあ、もしもし。大倉？もしもし、声がちっちゃくて聞き取れない。あ、もしもし、なんかボソボソ喋んない、もっとはっきり喋ってくれる。もしもし今さ、ちょっとその大倉じゃないんじゃない、これ大倉じゃねえな、これ大倉これ、玉木浩二だろ。もしもし、玉木浩二だろ。玉木どう調子？はい、調子。え、なわざとそんなきつい感じにしてるの？そう、俺もそう思ってる。俺インフルエンザの時きつかったけど、そんな電話の時そんなじゃなかったろ。俺一生懸命元気出して喋ってたよ。今たまたまちょっと急に声出してから咳が出ただけです。咳だろ。そんな、なんか取ってつけたようにさ、いや苦しいんだろうけど、熱とかまだあんの？今だいぶ下がります。37度。何度？7度。37度。全然ねえじゃんか。7度なんてもないじゃん。はい、だからだいぶさっきまで結構あったんですけど、結構下がりました。本当？なんか辛い感じ出してるだろう。出してないですよ。今ちょっと出してるでしょ。出してないですよ。本当？咳が出るだけなんですよね。咳出るの？はい、咳が出るんですよ。へぇ、はい、咳なんか出なくない？インフルエンザって。その席本当？本当今本当に具合悪いんだから。本当これ、本当だ、本当に具合悪いんだろう。大丈夫か？あ、大丈夫、すいません、こちらこそも行けなくて。いやいや、なんかこんな年末に忙しいのに大変だろう、仕事とか。大丈夫？はい、ちょっといろいろ迷惑かけちゃってますが、うん、大丈夫だよ、はい、この埋め合わせはしてもらうから大丈夫。いやいや、でもあの島田が今来てさ。あ、どうも島田です。あ、どうも。聞こえる？はい、あの、おめでとうございます。あ、そうだね、おめでとうございます。ほら、ちゃんとするの分かってんじゃん。うん、あのね、はい、占い例の、はい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 、僕らが一番楽しみにしてる、楽しみにしてるやつですね。はい、うん、じゃあちょっと島田に聞いてみる。はい、ね、じゃあ、オクラの占い2019年どうでしょうか。はい、島田です。あ、どうも、よろしくお願いします。お願いします。はい、あのですね、はい、仕事、もう本当に日の光の下を堂々と歩けるような、はい、もう素敵な一年になるんじゃないかなという。あ、本当ですか。もうみんなからこう褒められて、自分も気分がいいなんていうぐらいの。はい、で、ちょっとごめんね、オクラのなんでそんな聞き取りづれえの声が。木村さんのお母さんのやつもっとすげえはっきりしてたよ。なんなの？マイクのところにホコリが詰まってんじゃないの？あれ？え、なんで切るんだよ、オクラ。ちょっと。切れた。切れちゃったよ。切ったな、あいつ。何これ。だって、日村さんのお母さんすごい切れる。全然、だって俺だよ、スマホのスピーカーでやってたんだよ、うちのお母さんなんて。ねえ。うん。だって、このスタジオの電話でつないだらもっとクリアに出るもんね、普通のスピーカーよりも。ね、なんで切っちゃうの？なんであいつは超聞き取りづらいの？なんか多分喋るところをちょっとこう擦ったのかな。そしたら今切ったね。え、出てきた。何切って、なんで切るの？なんで切ったの今。いや、切るつもりじゃなかったです。調子悪いのかなと思って調べてたら切れちゃったんです。そんなことあるんだって。なんか声が、まあ具合悪い声はしょうがないんだけど、マイクがなんかちっちゃいんだよね。ちょっとおかしいですね。ちょっと電波が悪いですかね、ここが。電波何本？電波ですか？電波何本？ビンビンですよ、ビンビン。声が出てないからそんな感じなのかな。おかしいですね、別に。何でもないですけど、まあ、ごめんごめん、はい、じゃあもうしょうがないね。はい、申し訳ないです。だって占いの結果。あ、まだある。あ、まだあります。あるって、はい、あの、家関係ですね。マイホームとか、はいはいはい、まあ、そういう購入も非常にいい時期なんではないかと。ああ、やっぱりそうなんですね。
やっぱりって何それ思ってたの。いろいろ考えることあるなと思ったんですけど、はい、家買った方がいいの？買っていいと思いますね。おいいね。マイホーム、やっぱ引っ越しとか出てんだ、はい、引っ越しマイホームだってよ。やっぱそういうことなんですかね。じゃあもう買っといていい？いや、なんで買ってんか。いや買うでこういうことだからね、占いの流れで、うん、これ1個理由があって、2個理由があるって。はいはい、2個理由が、はい、はい、幸せなマイホーム購入か、はい、もしくは離婚をして引っ越さざるを得なくなるかっていうのも一応出てるんですよ。こっちはないでしょ。これはないでしょ。秋にちょっと注意というのが出てるので、はいはいはい、そこをあの女性関係とかその気をつけていただかないと。ずっと言われんな、僕ら。秋のこのちょっと離婚というのは出てました。おお、はい、だってわかりました。はい、あとですね、時代劇とか歴史ものの番組とか脚本とか、うん、来るんじゃないか。うん、ああ、なるほど。はい、歴史も大好きだ。あ、そうなんですか。世界史から日本史からもう大学の先生ぐらいの知識で、僕らは。あの、そういうのが来て、それがまたあのすごくずっとつながっていくんじゃないかという。すごい。そこら知らなかったんでしょ、はい、そんなのが得意だっての。時代劇、歴史ものの。はい、あ、すげえ。余ってるじゃん。でもさ、うん、日村さん、はい、日本の伝統芸能で仕事をバンバンでしょ、はい、じゃあ大倉さ、はい、日村さんでさ、はい、時代物のなんか脚本書けばいいんだよ。日村さんで大岡越前とかいいっすよね。いいですね。はい、なんか出してよ、うん、はい、ね、それか忠臣蔵だったら俺が大石倉之助が。あ、いいね。あ、いいですね。いいね。でも去年か。まあ、でもまあそうですね、うん、でも今年はなんで俺がって仕事やった方がいいですから。そっか。ああ、はい、そうね。ああ、ええ、だってありがとうございます。で、夏にですね、すごい偉い人とお食事があって、はい、接待されて、それで重要なポジション、はい、何かを任されそうかなという。でこの偉いっていうのが、うん、局の偉いとか、はい、っていうこともあると思うんですけども、それ以上にもしかすると何かもっと、はい、その国の偉い人とか、はあ、総理大臣だ、それと。なんかそういう人とこう会食をして何か任されたりすることがあるんじゃないかという。僕らがそんなことないでしょ。で、それが子供にとか子供が喜ぶとかそういうものだったりするので、何かそういう、なんか偉い人、いわゆる、はい、もうスーツ着てる人っていう人、すごいな、仕事来るかもしれないっていう、はい、なるほど、なるほどじゃねえよ。なんだよお前。なんでお前に電話つないでこんなにやってあげなきゃいけないんだよ。なるほど。うん、はい、ひどいなもう。うん、でも良かったです、はい、いいですね、はい、もう上々です、はい、でこう、うん、あの個人だけじゃなくてチームとして、あの大倉さんが携わる番組ライブ企画がすごくこういい評価を得て、結果大倉さんの方にね、いいのがこう来まして、で大倉さんはもう多少下にも任せつつ、自分がもっとこう上のそういう仕事なんかもでき始めるのかなというところで、ピンクの服を今年は着たらいいんじゃないかと思います。あ、いいですね。はい、ピンク本当ピンクはあの大倉さん今年いいですね。ピンクの明るい服、ピンクの明るい服だってよ。ああ、なるほど。うん。じゃあ、買いに行きましょう。ちょっと頼むから。うん。ピンク着てきてね、今度ね。はい。ピンクの明るい服だってよ。明るめのピンクだ。ね。ね。はい。うん。買いに行こう、今度。はい。なるほど、わかりました。で、さっきね、あの、設楽さん、火って言いましたよね。大倉さん、風なんですよ。ん？あの、持ってる性質が。おうおう。なので、設楽さんのこの下火でずっとこう、燃えてる火に、風で、この、その、力を与えたりもする関係性なので、うん、かっこいいじゃん。何それ。日村さんは土。俺何俺もそこに関わった方が絶対いいじゃん。日村さん、俺火、大倉風、日村さんは、はい、木です。燃えちゃったじゃん。薪じゃねえか完全に。薪でそうなんですよ。薪でどんどんくべればいいんだ。それでいいんだ。それで設楽さんが喜んで、設楽さんがもっとこう燃え上がって。俺の木本当？木本当です。本当ね。大丈夫ね。当たってんの。え、じゃあいい関係じゃん。木と火と風だって。で、ボワーって。火をでかくすらいいんだ。この3人の関係性いいね。いいですね。だって風はいろんなね、種子も運んだりとか、うん、っていうことで、やっぱ自然とか木を育てるのも大事だったりもします。確かに大倉がいろいろな情報をこう送り込んできたよ。今までも。設楽さんはずっとその火をこうわーっとそれでこう風で
ファーッと盛り上がったりとか、うんうん、はい。で、日村さん、木だ。木で、どん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 薪を組んでいけばいいんだ、俺が。おお。自分を薪にして。うん、おお、はい。いい話じゃん。ええーうん。そういう関係性ではありました。へえ、はい。そうですね。はい。こんなとこ？あと、まあ、大倉さん自身がやっぱ忙しくて、人手不足っていうのが出てきますので、はい、何かまあ、ちょっといい人材を取ったりとか、はい。はい、まあ、弟子取るとは言わないですけど、なんかちょっとそう、なんかちょっと任せたりとか、うん、ちょっと人材不足は、人手不足が出てましたんで。まあ、常にね、はい、忙しいからね。そう考えています。はい。うん、離婚だけ気をつけてください。はい、気をつけます。はい。はい。なんつったの最後、ボロッと、バババボッと、どんどん声出なくなってるの、うん、子供の時のさ、もうトランシーバーぐらいの、もうほんと現代の電話使ってるなかなか現代のやつですけどね、これは。え、はい、現代は聞き取れたけど、ほんと聞き取りづらいな。大倉評判だよ、大倉の電話は聞き取りづらいって。ほんとですか、ほんとだよ。それで何すかって聞き直すとすげえ切れるって、大倉。の電話は。だからって言うって。ほんと聞き取りづらいな。ほんとですか？うん。前、電話は聞き取りづれえわ。文章は誤字脱字が多いわ。お前、人と連絡取れなくなっちゃうぞ。ひどいよ、これマジで。ラジオこれ。ねえ。聞いてるし嫌だったろうな、今。じゃあ、オクラ。はい、そんな感じだって。でも基本いいんでしょ、2019年。ね。大川さん、いいです。いいんだ。はい。かなりいいです。でも、引っ越しはもう、した方がいいみたいよ。ね。はい。引っ越しというか、家を買う。購入でしょ？でもいいぐらいですね。家構えで。不動産は上がってますので。お、素晴らしい。だって。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。損した、お前に電話して。こういうの言うんだね、ほんと損するって。なんかね。でも、日村さんのお母さんに電話したら得した。めちゃめちゃ得する。聞き取りやすいし。なんなんだよ。はい、じゃあ、ちょっと、これは、まあまあ、安静にね。はい。よく、体、よくして。はい。ね。ありがとうございます。隔離されてんの今。今、隔離されてます。そっか。そうだよな。子供に移っちゃうもんな。子供に移っちゃうもんな。はい。うん。じゃあ、バイバイと大きな、お大事だね、大きな声で言って。はい、バイバイ大きくもねえし大きくもねえしよね、うん、まあまあそれは具合悪いもんな、ごめんな、バイバイってなんだよ、バイ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 おじさんの汚ねえバイバイじゃあね、またな、オクラ反省にね、はいはい、バイバイって最近言わない、はい、言わないです、バイバイって、うん、じゃあお知らせいきましょう、はい、TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドやっておりまーす。さあ、もう占いね、オクラに電話つなぎまして、オクラ毎年楽しみにしてるから、はい、でもあいつもうこの時点で運悪いんじゃないまさかのここに参加できてないっていうね、いないとかさ、うん、まあでも本当の今年というのは2月3日からですからね、うん、あ、そうなの、はい、何それ、あの旧暦で、あの2月3日からがまあ新年だったりするので、あ、そうなの、はい、まあ、本当の占いの今年というのは2月3日以降の話なんです、なるほど、はい、じゃあいいかね、いいか、ええ、あの去年ね、はい、あの一応俺と日村さん大倉で順位つけたんだけど、今年もいいですか、つけられる、つけられます、3位、うん、設楽さんです、ええ、たださっきも言ってましたけど、うん、この3位っていうのはかなりこう高い戦いでの3位にはなっちゃってはいるんですけど、ね、ああそう、ただその仕事は来るしいいんだけど、うん、ちょっと気持ちがちょっと、俺これやんのとか、そういうストレス、うん、あ、そういうのがあるか、はい、そういう複合で3位かなと、うん、なるほど、じゃあ2位、2位は大倉さんです、はあ、はい、俺1位だ、かなりいいですね、正直1位と2位は結構差があると思いますね、マジで日村さんすごいんだよね俺毎回占いって本当だよ、うん、本当に
いい年だと思いますんで、うん、はい、やったね、やったな、俺嬉しい、ね、ぶっちゃけ嬉しいよね、嬉しいよね、本当だよ、本当嬉しいよ。じゃ あの全体的なやつとかある、聞いてるみんなにも、はい、あの2019年がですね、ラッキーカラーというのは、あ、ラッキーカラー、はい、赤とゴールド、うん、すごくね、あ、本当だ、すげえ、逆に引くわ、赤いニットに金のブレスレットと金の時計つけてるの今、真っ赤っかなセーター、俺さ、これじゃないよ、下さんに今、去年もこういうのさ、うん、言われたけど、なんかそんなだ、偶然来てましたっけ、去年も、偶然来てた、まあ、いや、偶然にしても怖すぎるよね、赤とゴールドですよ、赤とゴールドって、はい、赤とゴールドなんて、そんな人あんまいないよ、いやー、今探してるけど、いないもんね、まあ、カズレーザーぐらいですよね。あ、本当だ、カズレーザー超いいじゃん、金髪のまあ今俺たまたまね赤いニット着て金のあれつけてる、ね、ただやっぱりラッキーカラーは身につけることで運気が上がるので、ネクタイとかスマホケースとかやっぱこう服とか身につけるものにそういう色を入れていくのはいいです、うん、金はつけてます、金は、赤は今ないけど、赤と金つわれてもでもあんまり、あれだろう、でもちょっと通り、なんか赤がどっか入ってればいいですから、ね、でもそんな中オクラピンクがいいんだ、小倉さんはピンクなんですね。小倉さんピンクの明るいピンクですよ。それ個人によって違うの？あ、個人の色もあります。赤坂とかそういうのっていいの？例えば赤坂。あ、いいんじゃない？あ、まあそこいいかもしれないですね。錦糸町とか。錦糸町とか。あ、でも錦糸町の金って金でしたっけ？違ったね。そうだね。あ、違うわ。あれは錦というか。そうだ。あれだ。金沢とかだからいい。あ、金沢いいですよね。しかも金沢の石浦神社っていうのはすごく良くて。うん、はい、そこお参りすると、普通お願い事しますけど、うん、お参りした後に心を無にするんですよ。え？心を無にすると神様の人生に対するヒントが聞こえるっていう、神様の声が聞こえる神社って言われてるんですよ。マジで？はい。でも無になったら帰り道も何も分かんないもん。いや、そのお参りしてる瞬間だけですから。ああ、そうか。はい。その時に聞こえる。松下幸之助さんが忙しい中、生前何度も足を運んでそこでヒントもらってたって言われてるみたいな。へえ。金沢。金沢の石浦神社。金沢行けねえな。そういうの、もうありなの？今年ね、神社いいですから。神社いい。あ、俺神社行ったほうがいいんだ。今年のおすすめ神社は、その金沢の石浦神社と、うん、あと、三重県の猿田彦神社。ああ、猿田彦神社。よく、なんか。よく言うよ、これ。芸能の神様でもありますし、あとはまあ、なんといっても方角の神様で、うん、今年ちょ突猛進、イノシシなので、方向を決めて突き進むのが大事なんですけど。今年イノシシ年だから日村さんいいんじゃない？イノシシ。うん、一番イノシシ見てるの。ノロちゃんと、本当だ。ノロもいい？ノロちゃんもいいでしょ。ノロちゃんは見ますね、近々。多分いいよ。はい、そのイノシシは。イノは？イノは？あれ、イノだからイノシシのイノが入ってんの？イノだからな。えとの動物に触れると運気上がるって言われてますから、日村さんに触れると運気上がるかもしれないですね。俺のイノ、動物に触れるって俺がイノシシだって言うちょっとまあ、それもあるかもしれないです。あ、そう。はい、あとなんかある？なんで、ちょっとつ盲信で目標を決めた方がいいので、やっぱりしっかりと、俺は5年後、10年後こうなるんだっていう目標はしっかり今年は作った方がいいと思います。うん、まあね。はい。うん、で、あとはこれさっき原宿の母と一緒だったんですけど、師匠の言ってたのが、イノシシって、新しい時代がバーンって始まっていくってことで、結構イノシシ年っていうのは、時代がたくさん変わる、言語も変わりますけど、そういう年回りで、母が、ほんと見たこともないような。ちょっとなんで今すげえわ。いや、ちょっとこれ言うことが非常にいいのかどうかってぐらい、面白い。突飛なこと言ってまして。母がね。2019年はもう、見たことがないようなロボット、もしくは、宇宙人が現れるんじゃないかぐらい言ってました。そんな時代に突入するぐらいの大きな時代の流れがある年だから、楽しんで、柔軟性を持って、流れに振り落とされないように過ごすことが大事だ。へぇでも、でも確かにさ、いろんな技術も AI とかもさ、どんどん進んでるから、本当新たななんか生活スタイルとかさ、そうだね。なんか万博もあるしさ、なんかそういうのがドーンって出んじゃない？バーンって始まってくのも、すごいスピード感で、それこそちょっとつ盲信なので、やっぱり振り落とされないようにっていうのが大事みたいです。ついてけねえな、でも新しい技術には。ついてった方がいいの？そういう技術って、例えば。やっぱり新しいものを喜んでパソコンとか全然無理なんだけど、そういう系は。なんか、結果ついてくなくてもいいんで、とりあえず新しい経験は喜んで自分で一回やった方がいいみたいですね。参加した方がいいってことね。それがやっぱ運がいい人の特徴だし、運が上がる秘訣みたいですね。頑張ってよし。よし。じゃあみんなね、はい、これ聞いてる人ね、うん、みんな、頑張ってね。でもうそれ頑張るは当然だよね。ね、うん。目標決めて。9年。はい。みんなでさ、笑えるようにね。そうですね。うん。やるしかないね。ありがとうね。ありがとうございます。うん。
島田はいいの？僕あの結構いいです。まあよかった。よかったよかった。あのそれこそ飯田さんに占ってもらって、ああ島田さんやっと7年間8年間の闇が抜けますねって言われました。え？闇だったの？と僕も結構頑張れてた自分の実感があったんで、ああれが闇だったら嬉しいなって思って、これ抜けたら本当にいいことあったらいいななんて思って。おお、まあ。子供欲しいですけどね。ん？何言ってんの？自分でね。はい。ああ。それは、そういう占いで分かんないの？自分で。なんかいい感じかもしれないですよ、ね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。頑張ってじゃん。子だから出てる。子だからね。そうそう。はい。ありがとうね。ありがとうございます。さあ。あ、告知？あ、告知ある？告知は、あの本が出まして、あ、またなんか出たの？はい。金運の鍛え方という本で。よ、うん、何それ。あの、もう本当にお金持ちの方とか、成功してる方に取材を重ねて、その人たちがしている習慣とか、行動なんかをずっとこうまとめた本なので、読むと、まあ、お金持ちマインドが身につくんじゃないかな。ちなみに1個ぐらいなんかないの？そういう。範囲でいける。やっぱり運がいい人は、うん、まあ、運というのは漢字で振り仮名をつけると運ぶという字になりますけど、うん、運び屋？運び屋がいいわけじゃないですか。ごめんなさい。あの、いろんな場所に足を運ぶ。行動力。これはまあ絶対条件がありますよとか。なあ、じゃあお金持ちはみんなそういうふうになってる。はいはいはい。あと自分のことを運がいいって強く信じ込んでるとか。そういうことかな。まあね、なんだその本。これはざっくりのやつです。他の具体的なやついっぱい出てきますんで。すいません。はい。はい、笑っちゃったけど、今。OK。ありがとう。また来年だね。そうだね。じゃあね。あ、まあ夏にも来るかもしれない。そうですね。あ、階段の方ね。あ、うん、ね、あ、階段ありますんで。階段作ってくるから。さあ、ということで、新年一発目ね、はい、こんな感じでやってまいりましたけど、はい、来週生放送なんでね、うん、まあ、またお正月の話とか、はい。すると思いますね。そういうことでございますね。ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、最後、じゃあ曲対決。はい。曲対決、じゃあ島田もいるから。島田も。島田もいる。いいですか？ね、うん。僕はアイウィッシュの明日への扉。うん、あれ変えたね。アッコさんでずっとやってたけどね。あ、アッコさん、去年で一応50周年が終わりましたので。あ、だから。はい。なるほど。ちょっと、まあ、50周年。ということで、うん、また、ドギマチャンスがあったら、そうだね。やらせていただきたいと思います。が、今回は、アイウィッシュ、明日への扉。はい、アイドルの曲でしたけどもね、占い雑誌とか、二つの星にとか、結構占いの歌詞が出てきますんで。はい、だから、そうです。それをメモってて、そういうことね、携帯を持ってたら、はい、そうです。はい。私は、玄、うん、くん、アイデア。ああ、玄くんね、うん。大活躍だね。ね、今年もね。俺はね、電波組。うん。電波組ってね、ネムキョン、うん、卒業しちゃうんだ。なんかね。そう。うん、だから電電パッション。はい。はい。どれがかかるでしょうか。これ聞きながらお別れです。電電パッションね。うん。うい。島田ありがとうね。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ありがとう。ね、ありがとう。